名古屋市中区の投票所には午前7時の投票開始から有権者が次々と訪れ1票を投じています午前11時現在の投票率は愛知で11.1%岐阜で10.6%三重で13.9%と前回の衆議院選挙よりいずれも下回っています東海3県の25の25小選挙区に 合わせて87人が立候補している今回の衆院選は自民党の派閥裏金問題や物価高騰対策などが大きな争点となっていて自民・公明の与党で過半数を獲得できるかが焦点となっています投票は一部の離島や山間地を除いて午後8時まで受け付けていて続日開票されます